本日ちょっとさっきからちょっと歩いて、さっきの場所からちょっと歩いて 2カ所目、2019年10月の22日、時刻は13時51分。ちょっとね、さっきの場所からだいぶちょこちょこっと歩いて奥まったところに入ってきて、やっぱりこうやってね、佃煮がねたくさんあるんですよ。もったいないな。佃煮があるってことは、小さいのもあるんじゃないかなと。ということで、ちょっとこの辺を見てたら、こうやってね、この葉っぱか、違う、落葉だね。もう落葉も虫に食べられて、もう皮一枚のピラピラ。ここにもこうやってちょっと立派なのがこうやってねあるんだけど、これもどんな状態になってるかちょっと撮ってみないと分かんないから。あ、これはまあいけるか、ギリギリですね。虫がそんなに入ってるような大きな穴はまだないです。ただね、まあ虫は必ず入ってますから。これウドだね。ウド、ウドが大陸。うん、なんか普段にはこうね、ね、溶けた落葉です。たくさんあります。ここのポイントもこの辺にもまだ生き残りがいるんじゃないかと。大捜索。ちょっとね、ここ奥だから風が全然吹けなくて、もう虫もすごいうるさい。暑い。今日もこれでも18度か20度ぐらいになってるんだろうかな。まだまだ虫も元気です。うるさいです。いやー、ラフにしても歩きにくいね。もう小枝がね、チョコレートの小枝ならいいな。食べれない小枝なんだ。カビコットって歩けない。いや、この辺も落葉溶けてる。生き残りはいないか。いや、目の前飛んでくる。目の前飛んでくるのやめてほしいね。見えないんだわ。うん、ちょっと。うわ、こっからさせようね。さすがに歩きてねえな。今、向こうに木生えてるな。さすがだと思うな。これ夜来たら絶対迷うね。ここ方角がもう丸っきり分かんなくなっちゃう。あー、ダメだ。ヤブだらけだ。こっちヤブが切れないや。ちょっと厳しいね。ずっとヤブだね。ずっとヤブだ。そっち、すぐやんな。よし、ちょっと広場に出たけど、ここにもない。
何にもない。わあ、溶けてます、すごい。いっぱいある。普段、こんななってんだよ。できてないんだよ。息が良ければね。そうなんだけど。佃煮、息が良ければ。全部回収できました。来るのは遅いっすね。忙しくて来れんかったかな。今年の出遅れはもうこんな状況になってますね。今年の出遅れはこれで、大損害です。病院ばっかり行ってたな。山に来れなかったんだ。この落葉取りの損害も担保してもらわないとダメですね。落葉のいい時期を逃してしまいましたってことで。いいんでしょ。ないないないだね。全然こっちの方来たらないな。ほんとすごいばらつきがあるな。もう枝じゃない。枝じゃない。こんなところをね、かいくぐっていかなきゃならない。四面草でも持ってあるわないと。ここでね、部屋作れんだろう。こんなとこチェーンソーでブンブン言って歩いてたらジェイソンだよね。うわぁ、つくだになるわ。いいのが出てたんだね。だめだね。何分あった？7分半。7分30秒。本日はもう佃煮の落葉の佃煮のビデオになっちゃった。そこにこうやった佐渡だ。この一つかなり木の枝でダメージを受けながら育った跡があります。はい、うるさいです、虫。もう汗かくてね、すごい耳に向かって、もうブン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 。ああ、いいんじゃないか、これ。バッチリ。歩くのに止める、止まると虫が来る。ああ、大丈夫。もうギリギリ。虫出しすれば大丈夫ってやつですね。かなりでかい。ああ、うるさい。虫がうるさい。顔の周りに飛んでる。ああ、つくだにオンパレード。こうやってつくだにがいっぱいある。ここは出る場所ですと言っています。さあ、どうだ。もうないか。小枝がチョコレートじゃない小枝が売りたい。小枝これは売っていないじゃん。無理だよ。向こうが開けてください。枝がなければ相当歩きやすいんだけどね。うわぁ、また佃煮すごい。すごいぞ、佃煮。ここは先週来てないぞ。
確かに佃煮、ここも佃煮だ。こんななってるよ。じゃじゃーんって感じで。天然の佃煮。すごいキノコバエがいっぱい飛んでる、ブン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 。佃煮の周りを。夏用の佃煮です。佃煮は真っ黒だから目立つんだけどね、ちょうどいい黄色い落葉は落ち葉の色なので、この中から探すのは相当厳しいぞこれ。佃煮があるってことはここにも出るんだよ。わかんねえなこれ。もしかしてここ通ったか？これ倒れてる木の方がな、なんかわかんないけどさっき通った場所に出てきちゃったみたいだね。そう、こんなとこ誰も来ねえよな。これ誰も来ないってか誰も来られないか。通過した場所みたいな気がする。はっきり言ってあの分かんないんですよ、景色が風景が地面が一緒なんで、だから迷うんだよね。あーダメだ、ない、そっちか、そっち、どうだ、あーないな、虫うるさい、虫うるさい、うん、あれないわ、佃煮ばっかりだ、出てくるな。このポイントのためだな。はい、ないです。佃煮ばかりです。いまいちだな。まあ今ちょっと2回目でちょっと増えて、ちょっとっていうのはもう2本か3本ぐらい増えて、少しラッキー。虫うるさいね。ああ、また作るんだ。あれだ。こんなのなん。つくだに。なってるよ。いやあ、ここのつくだにはすごいよ。佃煮、いやいっぱいある、ここにも。すごい、2、30本の佃煮が、生きてるのがもうないね。よし、これぐらいで2箇所目終了します。